北日本の上空に寒気が流れ込んだ影響で、北海道や東北、北陸の各地で12日、非常に強い風が吹き、雪が降り積もった。気象庁は13日も冬型の気圧配置が続くとして、暴風雪や高波に注意を呼びかけている。12日午後8時までの24時間降雪量は、福島県南会津町で72センチ。 福井県大野市で63センチ仙台市内でも雪が降った風も強く山形県酒田市で33.5メートル北海道の襟りも岬で31.4メートルの最大瞬間風速を観測青森秋田福島県内では計7地点で今季最低気温だった13日午後6時までの24時間予想降雪量は 北陸セセンンチ、チ、東北60センチ北海道、関東甲信5 0ンチ、近畿3 0ンチ。強い冬型の気圧配置の影響で、13日の東海地方は、平野部でも場所によっては、雪が降る予報が、各地の気象台から出ている。東海地方では、寒気や上空の気圧の谷の影響で、12日午後5時時点の積雪が、 岐阜県白川村で59センチ道県日田市で32センチを記録するなどし岐阜地方気象台は12日大雪警報を出した13日も冬型の気圧配置が続き各地の気象台によると同日午後6時までの24時間に予想される雪の量は岐阜県の山地で30から50センチ平野部で5から15センチの見込み 愛知や三重の平野部でも場所によっては雪が降る予報で初雪になる可能性もあるという名古屋市岐阜市津市の明日朝の最低気温は一度の予想で1月上旬から下旬並み名古屋地方気象台は路面の凍結などに注意を呼びかけている寒さは週末まで続く見通しだという